ゴルフ作家篠原です。ヒンダ爆裂レポート、今回はテーラーメイドの TP5X をテストしてみたいと思います。テーラーメイド、ツアー用のボールということで TP5X です。これなんといってもまず注目は5層構造、ジェイソン・デイ、ダスティン・ジョンソン、テーラーメイドの契約しているプロは両方とも使ってるというね、ということと、あとは、これを高弾道 でスピンはちょっと緩めなんだけれども高さで止めるというボールになってるということなんで、注目したいと思います。使ってみました、テーラーメイド TP5X。 X が、つく、ボールってのはなんかちょっと気持ちが上がるものがありますが、今回高弾道ということでしたけども、僕の今回ですと40m/h ぐらいのヘッドスピードでは、あんまり高弾道という感じはしませんでした。ただ飛びます。非常にそれは驚きました。で、スピンが、アイアンのスピンがやや、かかりが悪いというか、そんなに強調はしてないというふうに説明を聞いたんですけれども、それに関してもまあ十分スピン効いてるかなっていう感じはします。で、総合点非常に高いボールだというふうに思うんですが、僕は特に気に入ったのはパットの時の、パターで打った時のですね、打音です。非常に、気持ちのいい、なんか上手くなった気がする音がしました。まあツアー用ボールっていうのは感性で使うみたいな部分があると思いますので、ちょっとぜひ試してもらいたいというふうに思います。以上、今回、試したのはテーラーメイド TP5X、 ロマン派ゴルフ作家篠原でした。